毎日ちょうどこの辺に立って私らの遊ぶのを見ていたのです。この杉もみんなその人が植えたのだそうです。まったく、誰が賢く誰が賢くないかは分かりません。ただどこまでも重力の作用は不思議です。ここはもういつまでも子供たちの美しい公園地です。どうでしょう、ここに賢獣公園林と名をつけて、いつまでもこの通り保存するようにしては。これは全くお考えつきです。そうなれば子供らもどんなに幸せか知れません。さて、みんなその通りになりました。